さあ、早速じゃあ今日はアイスホッケー遊んでいこうと思います。まずはなんといってもやっぱり開幕10連ガチャ、これね。で、そのための提供割合、これ確認していこう。3%! 一番の大当たり 3% です。金に目がくらんでやがるぜ、この数字は。DMM だっけ確か。そうなんだよね。DMM のね、ソシャゲ、だいたい渋いっす。で、あとは SR は 17% か。だから10連ガチャ10回やったら、まあ1人か2人くるんでねっていう。これはだいぶ未来は暗いですね。相当かたじけないっていう感じで。で、個人的にはやっぱ清瀬かな、清。清湯欲しいって感じかな。ちょっとアニメ見た限りだと、っていうかね、他のキャラクターバックボーンなさすぎて、なんかあんまり感情移入できなかったから。え、真中とかこのカジバのバカ力からシュートって書いてるけど、そんなキャラだったっけ？筋肉マンみたいなキャラだったっけ？まあ、いや、じゃあ早速やっていこうか。10連。3000個か。もしかしたらこれが最初で最後の10連ガチャかもしれない。と言っても過言ではない。よし、気を引き締めて、涙こらえてまず10連ガチャ行くぞ。頼む！まあ、大体レインボーに光ればでしょ。大体レインボーに光れば来るのよ、UR は。どのゲーム、あ、これ終わったんじゃないか。あ、一瞬のきらめきあったね。一瞬のきらめきあったけど、これどうだ？こっから、レインボー、あ、これ無理だわ。これ終わったわ。まずはレアのナオだね。これはもうレアリティが低いから、はっきり言います。人権ないです。人権団体は今すぐ訴えた方がいいです。DMM を。で、二つ目。これも終わったな。まあ、申し訳ないけど、もう即刻退場という感じで。ミサキではどんなキャラだったっけな？ちょっと記憶ないな。全然記憶ない。誰だっけこの人。あ、でもレアなんだな。悲しいことに。こんな中二病みたいな子いた？飯原優香。別のチームなんだろうな、おそらく。モンキーズではない。あれ二人目？幻影人。あれ二人目？分身の術。あ、来た！これは、だからいわゆる SR ですね。こういうタイムが幸せなんだとつくづく実感しやす。だから誰やねん。いいとこ育ちのアイスホッケープレイヤー。これオリジナルキャラクターっていう感じなのかな？あ、ライトディフェンスだからナオと被るね。あ、マヤに任せとけば、よくないって言ってた。ここですね。来た、二人目。みんなで繋いだ心の絆。それは私は、無駄にし、あ、これ待って。モンキーズ系か？あ、来た、やっぱり。主人公来ました。赤座あかり以上に、影を潜めがちな主人公。顔と体がなんか別人みたいな。そういう感じで。わー、マジか。すぐお任せやっていこうか。あ、でもそうだ。あのね、このゲーム一応スタメンは6人なんだけど、スキル技使ったり相手に攻撃されたりすると体力が奪われるんだよね。ってなってくると控えの選手と交代しなきゃいけないから、12キャラクター少なくとも本気でやるんなら、UR、12キャラクター UR 揃えないといけないっていう。これはなかなかね、はっきりまあ一言でわかりやすく申し上げますけども、大変。これは大変。こんなゲームね、そうそうないっすよ。なので、ガチでやるんだったら、もう相当腹をくくって、覚悟を持ってやんないといけない感じですね。じゃあ、早速ちょっとオンラインマッチやっていこうと思うんだけど、ちょっとその前に一旦ちょっとね、序章だけはクリアしようと思います。ストーリーモード序章。対戦相手、韓国で8万7千総合力。こっちが、8万8千か。これなかなか面白い試合できそうだね。じゃあ、早速見守っていこうか。もう見守ることしかできないんですよ。プレイヤー側は。レベルが16に統一されてる向こう。で、こっちはまあレベル2とか3とかがちらほらっていう感じだけど。まあ、レアリティでなんとかごまかしていこう。レアリティの差で埋めていくぞ。で、プレイヤーのできることといえば、最初のジャンプボールと、あとはそのスキル使う使わないどうするみたいな、それだけだね。いくぞ、ここ。ドン！ジャストかな？いいのかな？さあ、早速パスミスが起こる。やばいぞ、取り囲め！トリガゴ作戦。あ、来た。じゃあ早速使おう。表情の妖精。で、スキル技使うと体力が減っちゃうんだよね。で、ボール奪ってカウンター。いけ、すげえ、なおなお、ディフェンスなおにガンガン前に。旗手か、お前は。あ、向こうの技。ディフェンスがアップ。強そう。あー、奪われた。殺し合いです。殴り合いです。押し合い兵士で、ファールっていう概念ありません。いけ、熱血ドライブ行こうか。来た。顔と体が一致しない。ちょっと不気味なグラフィックで。あ、やばい。もう、なおの体力がもうない。あ、奪い返した。うまい。
いや、そのままシュート決めた。あ、やばい。オムル。あ、逃がせよ。なんでそんな、なんでそんな悪いことするんですか。ちょっと待って。これ変えよう。止めろ。カオルグさん止めてくれ。あ、ていうか奪ったわ。普通に何事もなく奪ってた。ちょっとこれ変えたい。やばい、変えようとするタイミングで技が使われる。変えます。で、こっちも変えよう。なおも。即座に。もうバッキバキに削られてるラフプレイで。体力奪われてまくりだわ。ゴー。もう体力ゴリゴリ奪われる。あ、いいね。ワイルドカレーオフェンス。ここはもう使わざるを得ない。来た。中国3000年の歴史あるよ。オリジナルキャラあるよ。うわぁ、あっという間に。ちょっと待って、カレンさん背中から火吹いてる。ジェットブースター、ロボコだったっていう説。カレンさん、うわー、奪われるな。強い。危ねえ。ナイス UR。 やべえ、またこれ取られんのか。あ、向こうも火吹いてる。向こうにもロボコがいた。当たり前のようにジェットエンジン搭載してるんだよな、みんな。これは使わないとな。育ちのいい神宮寺美咲で。コーヒータイム、ティータイムですね。え、放課後ティータイム。あ、やばい。これはまずい。1対1、1対1。なんかわちゃわちゃしてる。で、ここも変えないと。清瀬も変えないと。お、いいぞ。え、美咲さんまで、美咲さんまでロボット取った。おい、どこ打ってんねん。やばい、ロボコ、やばい、ロボコ疲れてる。これも変えないと。あ、終わった。完全に一進一退の攻防だわ。ゴー。これ変えよう。うわ、なおも体力ないんだ。やばいな、ちょっと右のディフェンスが、疲弊してる。うわー、全然入らねえ。やばい。これってさ、延長戦とかあんのかな。うわ、決めてほしいな。うわ、決まらねえな。向こうの体力タフだな。なんで向こう行った一瞬。おい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 。ちょっと待って、これまずい。これは女王の守護。これは使わざるを得ないか。あ、イチゴお届けします。主人公たちがお風呂に使って、やばい、これちょっとまずいな。あ、やばいやばいやばい。なおから岬に変えないと。よし、これ使うぞ。この子誰だっけ。あ、エリちゃんか。ケースの清瀬の気持ち、あ、うわー、奪われた。まずい、まずい。これちょっと待って。疲弊してる。誰もボール取らない。みんなボールウォッチャー。みんな牧野見たくなってる。あ、いいぞ、ここだ。ここだ。名前わかんないけど。わかんない。モブコが決めるのが最後。決めろ、モブコ。決めたー。成功。成功覚えたわ。顔と名前だけでも覚えました。ちょっとばかし選手育てて、で、総合力9万1000になったところで、ちょっとランクマやってみようか。まだ始めたばかりだからみんな。まだまだ全然勝てるでしょ。あ、で、なんかランクアップ報酬とかいろいろあるのか。で、アップするごとに、まあ、50とか100とか、まあ、はした金だわな、これは。3000貯めなきゃいけねえっつってんのに、こちらサイドとしては。まあどうでもいい。じゃあ早速、マッチングしてみようか。人いるかな？あ、人選ぶのか。あ、なるほど、なるほど。これだから要はあれだわ。相手方は一応プレイヤーが作ったチームではあるんだけど、操作するのは NPC だね。これ多分。そういう感じのシステム結構他の、日本のソシャゲ結構こういうの多いよね。まあいいや、じゃあ、工藤新一にしようか。これでもそっか、1戦目だからさ、あえてチーム総合力低く設定されてるわ。そういうところね、結構あんのよ。いろんなソシャゲやってきたからわかるけど。だからこれは、申し訳ないけど、絶対に勝つんで、編集してカットすると思います。ここはもう、勝つんで。はい、ということで、まあ、2対1で勝って、もう続けてマッチングします。もう今のはなかったことにする。あ、すっげえやる気ね、あっていう名前の人と戦おう。この人一番強いわ、でも。すごくやる気ないけど、総合力は一番高いわ、この3人の中で。よっしゃ、やってみようか。93704vs93744。ちょっと向こうの総合力高かったんで、若干だけ。それがちょっと気に食わなかったんで、レベル上げました。93944。まあ、大体互角でしょ。こっちが200若干上回ってるけど、まあ、それはご愛嬌って感じで。向こうは、待って、UR 二人いんだけど。ふざけんなよ。何お前、確率操作したか？この野郎。なんか名前を適当にすることによって乱数を変えたか？そういう作戦あるのか。ちょっと気に食わないね。UR の数で負けてる感じが。まあいいや。じゃあ早速試合開始。これは勝たなきゃいけない試合来たね、早速。
事実上の決勝戦ってこれ言ってもふさわしいんじゃないでしょうか。集中するぞ、最初のタップ。かかってきなさい。ゴーファイ。よし、まずは先手。あ、どこに向かってパスしてんの、マイナスのボール。あ、早速やばい、殺されるか。スパークドライブ、名前がすごくかっこいい。めちゃくちゃかっこいいんだけど。あ、けど、今どうなった？何が起こった今。わけわからない。わけがわからないよ、みんな。スピンブロック。さあ、これで体力削られる感じ。殺された。ゴリゴリ削られたんだけど。ジェットブースター、ジェットエンジン。いけ、真ん中。真ん中、お前左ウィングなのになんでこんな前線。前線にいるやつだろ、お前は。熱血ドライブ。あ、使わなくてよかったかな、これ。ちょっと使うの早かったかもしれない。さあ、奪い合い、押し合い、へし合い、殺し合い。殴り合いやないか。将棋。将棋やってろ、だったら。だったら将棋をやりなさい。今すぐ。ながらじゃ勝てないよ。うわぁ、体力減らねえな。やばい。ちょっと待って、体力、ミオガの体力が減ってるんで、変えました。うわぁ。てかさ、パスっていう概念ないのかな？あ、あっという間に終わった。なんか心の絆でパックをさ、繋いでいくっていう話だったじゃん。みんな、なんかスタンドプレイばっかりなんだけど。来た！使え。これは使わざるをない。中国スタンデネの歴史あるよ、ここに。人間でもジェットエンジン搭載しているあるね。いぜ。いけ。ゴッシュ。なんで？なんでそうなっちゃったの？これ使わないことにしようか。あ、でも使わないと、あ、結局これ使った方がいいな。体力削られるんだな。スノーブロック。さあ、これによって、奪い返した。ただ、エリオの体力がもうない。そこを突きそう。さあ、体力がない中、ここで、顔面に、あー、食らった。やばい、ナオが突っ込んできた。ナオを追ってる。ナオを追ってる。ちょっと待って、これどういう状況？これは使った方がいいかな。使おうか。念には念を。さあ、イチゴ持ってきましたよ。みんなで食べましょう。で、交代。ナオも交代、ユウも交代。交代。よし、来た。さあ、入んないか。いけ。成功。今、超技使おうと思ったよね、絶対。いいところで長いホイッスル。長い笛が。カレン、体力めちゃくちゃあるの？ちょっと見よ、不安だな。さあ来た。これは、じゃがん。魔界出身か？ヒエみたいに。実は体中目がいっぱいあるみたいな。そういう感じか？体力ないな。ああ、殺された。そんなノロノロしてたらそりゃそうだわ。さあ行こうか。氷柱ディフェンス。かっこいい。さあ、育ちのいいお嬢様。出がいいです。ああ、待って。ちょっと今のパック見失ってどっか行っちゃったんだけど。あ、みんなどっか行くんだけど、こいつら滑ることが楽しいみたいな。なんかゴールを決めたい。わ、来た。ここでもう一回使う。いやー、どうなんだろうな。使わなくていいかな。ちょっと体力ね。だってさ、俺の控えのゴールキーパーちょっとやっぱしょぼいから。どうしても最後までカオル子一人でちょっとやっていかないと、やってもらわないと困るから。さあ来た、読めねえ。全然技が読めねえ。なんだこれ。バトスピ並みに。やばい。うわ、適当にボール。小学生のサッカーかよ。誰もいないぞ、そこには。うん。この結果、引き分けです。総合力は裏切らねえ。200ポイントなんて誤差の範囲じゃ。まさにこの結果は。なるほどね。勝ち切りましょう。あ、サドンデスなんてあるの？どういう感じこれ。あ、初めて見るわ。試合が同点の場合は、GWS、ゲームウィニングショット。まあ、PK みたいな感じかな、これ、要は。そういう感じか。これもオート。選手能力の高さが成功の鍵。うわぁ、マジか。ってなってくると、リアリティの差がこれ大きく如実に出てきそうだな。まず一人目。あ、順番とか決めらんないんだ。さあ、まず、なんか、あっけないな。あっという間に決めてったわ。で、次は攻守交代が。止めろ！うちのキーパー UR！ うちのキーパー UR！ カオルコ肉の壁。あ、もう終わった。あっという間に。
ゴールキーパー UR でよかった。